はい、こんにちは。こんにちは。あ、これモロコアってしとるんや。モロコ、もうついとる？あ、本当はついとる。うん、強った。はい、こんにちは。というわけで、今日は、このね、見てもらった通り、またもう一個マイニングマシン作ろうと思って、部品買ってきました。うん、買ってきましたっていうか、他の人のです。とりあえず、マザーボードは前回自分らで用意したのと一緒なやつで、今回ちょっと違うのは電源ね。電源が、1350W とかでかいやつをちょっと手に入れられなかったというか、もう部品がなくって手に入らないんで、750W の2台でいきます、うん、でこれ将来の拡張とかそういうためにも使えるかなというふうに思って、とりあえずビデオカードね、ビデオカードがちょっとね手に入れるの大変なんよね、うん、でなかなか手に入らないんで1日1枚みたいな感じで、かき集めてきたやつ、はい、こんな感じで、進めていきたいと思います。はい、じゃあ組み立てていこう。あ、まだあった、まだあった。こんなことで遊んでる場合じゃなかった。よいしょ、まだあった。はい、こんな感じ。よいしょ、はい、はい、こんな感じで進めていきます。じゃあとりあえず、はいはい、まあ、こんなんね、慣れたもんだって。まずマザーボードからね。よいしょ。ダメ。あれ？メモリー。ドラーマザーボードね。CPU から。はい、CPU クーラー。うん。付け方は、これね。このレバーを押して、うん、じゃあこれか、いやこれだっていいよね。うん、で、ね、CPU の切り欠きがあるから、切り欠きとかの記号を合わせて、でちゃんとはまってるのを確認したらレバーを戻すと勝手にこれが外れる、うんうんうん、で、あとは CPU クーラー。 CPU クーラーはこの電源、これね、届かんね、これ、うん、届かんから外してしまって、うんうん、で、回転するファンにケーブルが絡まんように注意ね、うん、ちょっと戻して、ごめんなさい、ちょっと書いてあって、で、もうグリスはこれ塗ってあるから、うんうん、シートタイプに塗ってあるから何も考える必要なくって、パチッとパチッとね。で、ファンは CPU ファンのところにこう、うん、こっちシステムファン、うん、で、裏を見てちゃんと止まっとれば OK。 あ、本当だ。あとはメモリね、メモリは素手で触らないように、うん、めっちゃ触っとくけどね、うん、で、方向を確かめたら、うんうん、はい、で、マザーボードはある程度完成。見せってここに見せんじゃん、はい、やった、完成。次はフレームね。で、うん、用意されたのは向こうにあり、こちらにありますのでって言って、うん、で、こっちが船底ね、うんうん、で、向きを確認しながら、ミリネジとインチネジとあるから、ミリネジとインチネジ、うん、こっちのミリネジとインチネジってあれが違う、この溝のほら深さ違うやろ、ネジのほら巻き具合違うやろ、うん、これはまるやつしか入らんから。ちなみにどっちなんです？ね、こっちの細かい方、どっちがミリネジでどっちがインチネジか忘れちゃった。うん、でも細かい方ね、入れば OK。 はい、細かい方ね。あ、うん、それはあの試しにやってみて、あ、そうか、最初あったみたいに、そうそう、うん、入らんかったら、あの無理にしない、うん、まあ、こういう系のネジの締め方っていうのは、あの端っこから締めていくんじゃなくて、あの大体対称にね、星の形角の形、タイヤのと一緒、そうそうそう、やってあげるとちょうど収まりになるかな。はい、しゃべる、これやったよ。
あ、これこっち側にもあるんや。これあのちょっと改良されてるね。前のやつより改良されてる。いいってこと？まあ、うん、言うなれば。まあ来たかな。まあ来たよ。普通に帰るわ。だから軽く今閉めてあるね。で、あと配線とかをやらんなんから、その電源行こうかな。はい、次電源。電源は？あれどこ行ったっけ？あ、こっちあった。おいしょ、おい、電源。で、ゴールドのと。こっちにゴールドを使うかな。はい。うん。今回はね、この2電源で、2台の。メインとサブね。うん、こっちも750W。これはこっちね。こんな感じ。いいね。配線は、はい。いっぱいあるけど、使うやつと使わないやつとなるから。うん。ロリスシリアル ATL。よいしょ。うん。書いてある。ちゃんと書いてあるんや。うん。これ、GPU 用ね。さっきカメラ止めてなかった。止めとったよね。動いとるやろ。もう置いとると、うん、はい、持って、1本、はい、これ GPU 用、はい、で、これもこれも GPU 用、これ8ピンやんでも8ピンやから違う、これ使えない。あ、違う、8ピンやけど6ピンで使えるわ、大丈夫大丈夫、使ってあげよう、うん、昇格、昇格、はい、これが8ピン、これ完全8ピン、あ、これ8ピンやけど CPU やから CPU はこっち、どこに何刺すかとかっていうのはこんなに、あの寝ぼけながらでもできんとダメだからね。うん、もう一つの電源やってみたら、よいしょ、2つあるから電源やろ、うん、電源が結構ね、結構しないとね。これはシリアル ATA から後で使おう、うん、これも後で使、あ、これも刺しちゃってる。で、これもこれが C、 これ GPU やから、これそっち、これも GPU やから、GPU やね、そっち、はい、うん、お、だいぶ絞られてきたね。ピンのやつが必要だけど、ピンのやつこれ1本しかないから、ピンのやつはどうしようかな。ピンのやつこっち使うか、ピンをどこでやるかっていうと、うん、ここね、で、あれ電源の一番メインになる太いやつってこれかな、これを、これを、でも今回は、直接マザボじゃなくって、うん、これだ、2つの電源を1本で連携させたいからこれ使います。はい、なんか変態チックなやつこれはメインのボードにさせばいいんやね。早く動かんかな、これ扇風機になる？なる。温風機？どちらかというと。うん、GPU やね。あ、いっぱい GPU させる。よいしょ。うん、で、これをこうやって、はい。うん、で、二つ目の電源を、あ、来た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 。で、こっちの電源コネクタも息切れてない、電源入れるだけなのに息切れてない電源遠かってんでこれで連動可能、すごい便利。それ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 、これこれ、すげえ、うん、ちっちゃと電源をここでこんな感じで分岐して左右を連結と、いいかな、これつけて、うん、GPU をちょっと、そうです、装着していきたいけど、あれその前にさっきの電源ケーブル、あれ
こちらにこちらに、はい、こちらに用意されてました電源ケーブル、うん、リセット、電源、あと LED ピン立ってる。これはここねんけど、まあ大体こんなんね、感覚、うん、大体ここやろうってところで大丈夫だから、こんなのあれ、インスピレーションで、間違ったとどうなる、差し直せばいい。ああ、そうなんや。一応ハードディスクのための電源も確保していて、ポチッとね、うん、あ、ごめんね、ずっと持ってなくてそう、ずっと持っとるんやよ、うん、ほら全然ずっと持ってなくていいんけど、よし、オッケーオッケー、うん、で、一応フレームのね、あらかたはできて、ついにで、はい、エルザのこれ1070ね、1070の8ギガ、これはちゃんと保護キャップ付き、キャップは大事ね。で、ライザーカード、なんか白くておしゃれで、はい、これ MSR がね、おー、かっこいい、かっこいい、でかい、ごつい、噛んでいい、うん、はい、これパリッとね、うん、これ MSI ね、やっぱ MSI のごつい、すごい裏ヒートシンク、うん、で、やっぱりこっちピン、うん、8ピンと6ピンやろ、うん、そっちは、うん、8ピン、こっちは8ピンが1個、うんうん、うん、ドヤーってして、ドヤー、そう、下から、はい、で、スライドして戻してやる。あと電源ケーブル、さあ、電源ケーブルの出番ですよ。さっきの、え、こっちから、せっかくこっちあるし、こっちのやつ使おうか。いえ、1、2、3、4、5、6、え、1、なんとなく気分的に1ね。はい、で、さっき短いやつ取った、こっちかな、こっちでした、はい、OK、うん、うん、よし、オッケー、あとはよいしょ、あんまりまとめたくないよね、熱こもるの、うん、よくないね、締めです、はい、はい、というわけで今回は、はい、こちら1070Ti が3枚、これね、123で、こっちが1070なんだけど、結構電源食いそうな感じの1070、まあ、多分性能結構クロックアップしやすそう、こっちは完全にクロックアップできる感じ、うん、っていうのを、組んでみました。で、今回は電源、はい、こんな感じに2つ備えたやつで連動させてるので、1回ボタン、こっちね、これで押せば、どっちもつくようになってます。多分あと何枚いくかな、あと3、4枚増やしてもこれ8枚までさせるリグなんで、目指せ8枚で、うん、こんな感じでいこうかなと思います。はい、じゃあ、こんな感じで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。